落ちろーっと、やったー。結構なダメージを受けてる。そこのマイイカさん、リンゴを食べない？カルイカってなんだ？ちょっとかわいそうな生き物に見えてきた。やってることは宇宙人みたいな感じなんだけどな。足腰しっかりしてるなー。いろんな鳴き声がもう、てんやわんやわんやで、本当に何もできない。すっげー食べようとしてない？君の正面はこれで合ってんのかな？皆さん、晩はなのかです。今回も、ニューポケモンスナップをやっていきましょう。まずは、離れ洞窟からやっていきましょう。さあ、離れ洞窟やっていきましょう。まだね、調査レベル1のままなので、頑張ってね、特に景色的には変わんなさそうだなという感じですが、見落としもね、結構あると思うので、見つけられたらなと思います。難しい。ちょっと高いんだよね、場所は。ああ、かわいい。よーし、取れた取れた。グレックルの位置、なんかすごいな。グレックルの位置がね、ちょうど、なんだろう、乗っているポットの真下にいるんですよ。そうすると、カメラがそっちには向かないんですよね。おー、いい感じが撮れるんじゃない？おー、いい笑顔。なんか、あれだな。同じような写真しか撮れてないな。あるかな？当たった。落ちろー、落ちろー、落ちろー、落ちない。くそ、ダメか。うわー、あー、そろそろ。どこ行った？水の中入っていったよね。へえ、あんなあるんだ。はい、ですね。割とカットしちゃったと思うんですけど、あんまり新しい発見はなりませんでした。ですが、ちょくちょくいい写真は撮れているので紹介していきましょう。グレックルですね。やっぱグレックルいいなぁ。たまたまね、横でこうやってリンゴを食べてくれるところが撮れました。あとはこんな感じ。虚無な感じ。いいですね。で、まあ、いつも通りゲンガーさんがいて、このゲンガーがね、これかな。まあ、水の中というよりかは、水の上に作ったポータルに、飛び込んでいるシーンですね。まあまあまあ、なんか顔は全然見えてないんですけど、まあ、急な行動にびっくりしましたね。あとはラムパルトかな。かわいいな、やっぱ、この手を上げて喜んでいるシーンいいですね。はい、虹色ビーチの夜やってきましょう。ここもね、調査レベルが1なので、あんまり目新しいものはないかもしれませんが、やっていきます。なんとか多分調査レベル2にすればね、いろいろまた話は変わってくると思うので、頑張って調査レベルをね、2にできたらいいのかなと思います。いいね、かわいい。あ、どっか行っちゃった。リンゴに反応はしてくれるのかな。あ、してくれそう。やった、ザングース正面から。かわいい。かわいい。やったやった、ザングースを正面から取れた。フワライドも正面から取りたかったな。起こすか。起きろ。起きるんだよ。おお、この子たち強いよね。みんな二度寝する。あ、フワライド正面から。やったー、ほら。おお、結構なダメージを受けてる。思ったより。あ、また。またハブネイク。ハブネイクさーん、出てきてちょー。あ、それやんないと出てこない。この出てき方おもろいよな、ほんとに。本当にスライド移動してんだよな。なんだんだあれは。この辺に来るとね、ルート分岐は出てくるので、今回は左に行ってみましょうか。あんなところに生拳さんもいらっしゃる。ほら。微動だにしない。あ、サニーゴさん。サニーゴかわいい。あ、ヒドイレさんが。おー、なんかすごいとこにいる。危ないよ。で、ザングース寝てるね。ほら。
かわいい。ちゃんと爪しまって寝てんのかわいいな。あ、かわいい。お、曲をかけると、あー、かわいい。あー、踊ってる踊ってる。いいね。あ、ここにクリスタフラワーが。何にもなし。そこのマイーカさん、リンゴを食べない？お、地下、あー、沈んじゃった。逆に当てる。あ、微動だにしない上に食べに来る。かわいい、ちっかーい、かわいい。あー、かわいい、光ってる。いいのが取れた。てか、光るんだ。光るイカってなんだ？光るか、普通イカは。ほら。イェーイ、ナイスショット。かわいい。そろそろ。はい。お、いいのが取れたかな。すっげえ逃げてく。前回もね、ありましたけど。めちゃくちゃいいね。すっげえ逃げてくじゃん。あ、もう全部取っちゃった。はい。はい、ということで終了。はい、それでは写真を見ていきましょう。まずはザングースの写真。さあ、リンゴを食べて、あ、ドアップ。いいですね。この後の、これいいですよね。かわいい。で、ちゃんと爪をしまってんのもまたいいよね。かわいいな。これはちょっと保存しておこう。で、フワーライドだね。フワーライドにフワリンゴを当てたら結構吹っ飛びましたと。いいな。あ、光らしたね。いや、この写真いいな。これも保存しておきましょう。あぶねーく。ちょっとこの紫っていうかピンク色の光もあって怪しい雰囲気はあるんですけど、相変わらずのこのスライド移動。まあいいですね。で、またまたザングースですが、腕を組んで寝ていましたと。で、爪をまた閉じていると。かわいいね。で、まあ、リンゴを当てられて周りを見ているだけっていう感じかな。まあ、誰が当てたのか分かってない状態でしたが、よかったですね。キレイハーはね、音楽をかけたら、なんか踊り始めたっていう感じでしょうか。ただ、ちょっと困惑してるんですよね。あ、音楽が聞こえてきた、踊らなくちゃみたいな、なんかこう、使命感というか、そういう命令があるのかもしれない。ちょっとかわいそうな生き物に見えてきた。そしてマイーカ。マイーカ、リンゴを食べた後はこのように光ると。この光でこの自分の感情を表現するのいいよね。ただなんかやってることは宇宙人みたいな感じなんだけどな。そしてライチュウ、リンゴをぶつけられたシーンですね。ちゃんとひるんでるんですが、あの尻尾の上からは落ちないっていうね、このバランス感覚の良さ、すごいですよね。で、奥、この写真すごくいい。なんかめっちゃあの、砂バーが出てきて驚くっていうのもあるけど、すっごい砂かかってるよね。いいなぁ。で、この後逃げ出すんですよね。ああ、これもまたいい。このコマ送りいいなぁ。さあ、やってきました。離れ洞窟ですね。まあちょっと同じような場所ばっかりになっちゃうんですけど、調査レベル2になったので、まあいろいろ変わっているんじゃないのかなと思います。なんかもうすごい暴れ回ってんな。怖い怖い怖い。いきなりね、なんか違う子がいたりしますが、オンバットがどんどん奥へ行っちゃったな。他にも変わったところあるんでしょうか。いろいろ鳴き声は聞こえてきますね。バーチュールかわいい。落ちない。足腰しっかりしてるな。絶対あの体の小ささだったらリンゴ当てられたら落ちるよね。メルシーがあの穴の中にはいかないか。すごい、あの場所からも私のことを探知してる。結構警戒心が強いのかな。バーチュールかわいい。リンゴ食べる？お、気づいたか？いや、気づいてないな。オンバットもいいね。オンバットもうちょっと近くで撮りたいな。あ、オーグル起きてる？
起きてるね。前回は寝ていたよね、調査レベル1の時は。わあ、かわいい。かわいい。クロバットもいる。かわいい。ほら。当たれ。ああ、エイムが。おお、当たった。怒ったりはしない。逃げていくね。あ、鬼ゴリが違う場所に寝てる。わあ、リンゴ当てても起きないね。すっごいいる、いろんなポケモンが。なんか不安定がいるじゃん。何いろんな鳴き声がもう、いろんな、すごい。なんか合唱っていうか、なんていうか、臨床というか、もうなんか、右から左、うるさい。うるさい、お前。うるさい。すごい、もう右から左から右から。マジで臨床してるじゃん、カエルが。そういうことかよ。何なんだよ。はい、何でしょう。あ、クチートもそうだけど。あ、当たったら落とせる。こういうギミック、あ、半分で見たことある。あれ？でも全然落ちないや。え？なんかいる。石つぶてがいた。なんかできたんだな。クチートって取った？俺。取れてないかも。もうなんか、てんやわんやわんやで、本当に何もできない。わあ、すごい。結晶の洞窟だ。すっげえ食べようとしてない？すっげえ捕食しようとしてない？超逃げて。ああ、よかった。代わりにリンゴあげるからさ。ああ、はい。巨大な水晶。マグマだまりの熱で成長したようだ。へえ、ああ。踊ってる。闇闇さん、正面から取らして、正面から。このリンゴとかあげるからさ。リンゴ食べるのかな？お、取ってる。目の前で食べてる。おー、アクチュートさん、よかったー。よかったー。こっちで取れてよかったー。かわいい。君の正面はこれで合ってんのかな？正面から取ったらスコアが上がるんだけどさ、君の正面そっちでよかったのかな？もうどんどん奥へ行けねー。すごいなー、結晶。この辺歩いてると結晶落ちてきそうで怖い。なんで花が？あー、ジャングルの模様。ジャングル的な、ね、環境が用意されてるってか、できてるんだね。日光もないはずの場所なのに、こんなにも植物が。逆に何らかの力が働いているんだろうな。なんかエネルギー源というか、地脈的なね。なんだ？はい、また遺跡の、ね、関連のあるものが出てきましたね。おー、はい。はい。上。あ、これね。暖かな光を放つ石、植物が育つ、イルミナフォースの影響で光になったの。あー。結晶そのものが光っているのか。まずはオンバットを見ていきましょう。かわいい。このつぶらな瞳と小さな手。そしてこれ。かわいいね。後ろ通り過ぎるクロバットちょっと怖いな。狙ってるように見える。クロバットはね、めちゃくちゃドアップでいい写真が撮れました。これは4000点超えですね。ラムパルドの写真これいいよね。リンゴをぶつけられて、ちょっと怒っているシーンを撮りました。結構ね、上から見下ろす形になっちゃったんですけどね。これは横から見ても良かったんですけど、高い位置からしか見れなかったので、ああいう感じになりました。で、なんか臨床していたね、クレクレ。なんかこの辺マジです。なんだろう、うるさかった。いろいろなポケモンの鳴き声がしたね。あ、あとこのメレシ。めっちゃ追われてた。超逃げて状態だった。この子たちはね、宝石を食べるのでね、闇闇が。宝石そのものであれ、メレシーがすごい狙われていたんだ。ああ、怖いね。弱肉強食の世界。まあ、そのくせリンゴは食べるんですけどね。
いや、リンゴ食べるんだよ。リンゴでええやんってなるけど。そして、クチートさん。はい、大きな口を開けておりました。よくね、ポケモンで見るのはこのシーンだよね。この、ちょっと斜め向いて、目線だけこっちを向けてくるみたいな、そういう感じが多いんですけど、まさにこういう感じですよね。あれだな、口を開けている時にリンゴを一回投げたかったな、今思うと。はい、お話が。あんな地下に植物が生息しているとは、世界にはまだまだ不思議な場所があるんだね。確かにね。まあ、おかしいよね。普通地下だと日光もないので、植物が生えるとしても、その日光をあまり必要としないレベルの植物とかは生えてくるんですけど、がっつり木も生えていてっていう感じのおかしな場所でしたよね。博士。はい、大事な話ってなんだよ。お、集合しましたね。デュラストのイルミ、早いね。そっちを先に言うべきでは。なんか考え込んでいるよりも先にね。洞窟のさらに奥、巨大な空間から例の反応が現れたんだ。さあ、新奥っていうかね、一番奥には何がいるのか。最後のイルミナポケモンだね。気になります。しっかり頼んだよ。はーい。さあ、最後のイルミナポケモン。誰なんでしょう。目標は今どこにいます。近い。あ、え、何、爆発。うわ、な、ね、ドラゴン的な何か出てくるとか。え、ガネールさん。ガネールさん。いきなり近寄ると危険かもしれない。慎重に行こう。慎重に行きましょう。な、ミルワーム的な何かがいる。後ろ向けない。はーい、ハガネールだ。うわー、またちょっと取るのが難しそうな。周りの穴にフワリンゴを投げてみて。穴？これか。えい。えい。え、なんか違うとこから出てきた。はい。あー、消えた。はい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 、飛んでいく。でもね、何もう、とりあえずね、応募を当てないことにはね、あ、今うまく当たったね。うまく当たりました。いいね。あ、かっこいい、その模様。いいじゃん。へえ、これなんかあれだな、イルミナってさ、結構いいデザインしてるからさ、本編でも実装してほしいよね。あー、かっこいいな。この穴に入れてもあんまり意味なさそう。どこかいい穴ないかな。あ、でもこの辺もう穴ないか。イルミナオーブを何個も当てないとダメなのかも。さっき結構当たったから、ちょっとだけ模様見えたね。また揺れている。おーっと、早い。はい。はい、何でしょう。霧の中に気配を感じる。はい。フワリンゴで出てくるか。はあ、はいやい、はいやい、はいやい。あ、こっちの方にいるってさ。いや、はいやい。当たるもんも当たんねえよ、その速さ。ここに、はい、あらかじめね、オーブを投げてからフワリンゴを当てましょうってことか。そういうことね。分かった分かった分かった。オーブを投げてから、あ、遅いかな。今だ。フワリンゴもオーブも投げる。フワリンゴもオーブも投げる。もう意味ないのか、あれ。いや、いや、今、いい感じに、いい感じだった。いい作戦だった。いい写真も撮れた。ただね、難しすぎるね。はい、ある程度予測してね、撮らないといけない。結晶の色もそれぞれ違うんだな。各地方にある結晶というかクリスタフラワー、同じ色をしているのかな。この辺何もなさそうだね。ちょっと急ごうか。これが穴かな。えい。ほら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 、はい。
こっちだったー。 あ上か。ほら、いやー2回は無理か。どこだ、どこにいる。え、なんだ、行ってしまったのかな。嘘。戻ってくる前にちょっと寄り道してもらってもいいかな。さっきハガネールを追いかけているとき気になることがあって。ありました。なんか途中壊れた壁の奥に大きな空間があるみたいなんだ、はい、いやーなんか結果それは人工のものと出ている。やばそうだよ。そこ行ってみるしかないよね。なんでそんな意気揚々なの。私が本当にこの生贄というか先行体というか、ここは何なの博士。ゴブリン突撃部隊みたいな。今までのようにイルミナポケモンに関する遺跡だとは思うけど。そうですね。あ、クリスタフラワーの色、色っていうか模様だ。なんで立ち上がった。あ、すごい、この壁画はイルミナポケモンたちのマークが。かなり古くて、ところどころ壊れているけど、これは言い伝えを絵にしたものだね。あ、本当だ。名前は簡易測定によると、約2000年前。すごいね。クリスタ、よくわかるね。すごいことなの。小惑星が衝突したのと同じ時期に描かれたものなんだよ。てかそれぐらい前のものがこれぐらいの綺麗さで残ってるのがすごい。描かれているの。落ちてくる隕石からポケモンたちが守ってくれてるのかな。ポケモンたちのこの模様はイルミナポケモン。これね、隕石の落下の前にイルミナポケモンがいた。そしてこの中央には6匹目のイルミナポケモンが。本当にまだいるんだ博士。ごめんごめん、ちょっと考え込んでしまった。まあなんかいろいろ思うところがあるんだろう。一度戻ってから整理しよう。これ読む人いそう。この暗号は私には解けないけど。あ、終わった。はい、では評価を見ていきましょう。さて、めちゃくちゃ良くないこの写真。これは完璧でしょうっていう写真を撮りました。これは余裕の5000点超え、最高じゃないですか。はい、では写真を見ていきましょう。と言いつつあんまり写真撮れてないね。ハガネールやっぱり撮るのが難しかった。ちょっとしか出てこないし、この模様をつけるための時間が結構長くなっちゃったのであんまり撮れませんでしたっていう感じですね。それにしてもなんかハガネールだけ模様のつき方かっこよすぎない。わかる、なんかかっこいいね。なんかテクノロジー感あってかっこいい。で、これだよね、これ。これ最高の写真だと思います。このね、あんまり撮る、なんだろう、シャッターチャンスがあんまりなかったにもかかわらず、めちゃくちゃいい写真が撮れたと思います。いいですね。あー、なんだ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 。イルミナポケモンの写真を撮ったことで刺激されて、おそらく、次が本当に最後の調査場所だ。わー、君たち準備はいいかな。なんでそんなプレッシャーかけてくるのかわかんないけど、最後の場所どこだそれは。さっきの壁画には驚いたな。もう一匹イルミナポケモンがいるだけでなく、隕石の落下の前からいるなんて。博士の仮説は逆だった？だっけ？どっちだ？昔の人の言ってることが当たっていたのか？ん？わかんねえや。まあいいや。まあ昔からイルミナポケモンがいて、そこに隕石が落下した。今の壁画を見た感じだと、その6匹のポケモンの力によって隕石をなんか塞いでいる感じ、バリアみたいなものを張っていたよね。多分そういったことをしていたんじゃないのかな。博士の予想とは違ったと。そして
そして今までの分析の結果、各島のエネルギーが一箇所に集まっているのが分かったんだ。すごいね。これは元からある一箇所にずっと集まっていたのを解析の結果分かるようになった、まあ、測定できるようになったっていう解釈かな。かすかだけどそこにイルミナポケモンの反応もね。壁画の真ん中の、実際何なんだろうね、真ん中のポケモン。おそらく、その場所はどこなんだよ。それはね、もう何にも話してくれない、ここ地図にも載っていない小さな島を指しているんだ。島があるんだ。周母遺跡、周二は遺跡じゃないのかな周二ぐらいはただの廃墟だったりするのかな。そこであの市場とか開いてたりするのかな。そういうわけじゃないか。アウラム島がここだと思う。では真実を目指して最後の調査に出発しよう。はーい。はい、というわけで今回はね、終わりにしようと思います。なんとね、もう一匹イルミナポケモンもいますという宣言と、新たなスポットを見つけることができました。次回はね、そこをやっていくわけなんですが、楽しみですね。ただね、若干ちゃんと終わりが見えてきてるのがやっぱ悲しいところではありますが、最後まで駆け抜けていきたいと思います。それではね、ここまでのご視聴ありがとうございました。また次回もお楽しみに。じゃあね。